皇帝捜索、それがなぜ台頭したか？というと、一面ではその方が技術的に上だ、そう見えたから、だ。技術的に高度な方が否定され劣等な従来を選択するそれは、老朽であり旧態依然とした邪悪である、というようなそれは平成を支配したが結果。皇帝捜索はどれだけ高度にやろうと、犯罪の一種、ではあり、従来の、あるいは今の、ストリードの連携、それは、犯罪ではない。ただ、技術者の多くは前者を選択する。言われたことをただ実行するより、アーティスティックに、俺はすごい、を言えた方が、そこには、快楽があって。何がどう面白いのだろう？と書いた本人さえ疑問に思う微妙な劣等よりも、いいよね、と自己満足する。自身にとっての解釈の方が価値はあるような気はするが、もちろん利益は前者にこそある。そこにあるもの。